金曜日お疲れ様です。パンダおる。私の家には意外とぬいぐるみが多いかもってこの前思った。なんかベッドにバク、パグ、バクのぬいぐるみ、それは悪夢見ないように置いてるんですけど、最近パンダも加わって、なんかベッドの半分以上の場所を取られてるなってなってなんか私が追い出されそうになってる。ぬいぐるみに陣地を取られて、今日はね、いろいろお知らせがあった。いろいろお知らせがありました。全然ベッドに乗せてない以外にもぬいぐるみめっちゃあるよ。明日の公演までに前髪を切らないといけない。なんかもういつも前髪が長いんですけど、なんで一層おんまゆとかにしたらいいんかもしれない。トラさん星10個ありがとう。めっちゃかわいい。ありがとうございます。おんまゆはマジでしてほしい。でもしたら絶対後悔する。本当にしたらね、多分みんなも反応に困ると思う明日の公演、花垂れ公演で私出てきて、あれ前髪がもうここぐらいになってたら、ってなると思う。なんとか多分褒める言葉を考えてくれるけど、なんか、あ、元気っぽくていいねみたいなレアだねみたいな、初めて見る姿だねとかマユがそうよく見えていいねって感じになると思うよ。こんなん言ってどうしよう、切りすぎて本当にお前になっちゃったら。その時は頑張って褒めてください。頑張って応援してます。あ、そう、いのちの歌フェス2024が今日放送でした。見てた。さっきまで見てました。だから金サイヤがずっと頭の中で流れてる今。
ドゥ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 。中国地方で放送だったんですけど、 NHK プラスの方で1週間配信見れますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。感想も聞かせてね。あ、ネタバレ？そっか、ネタバレなんでもないです。忘れてください。キングサイヤって言ってないです。もう放送されたからいいのではって。それもそうか。それもそう。あ、今回の愛の重さの見どころはここです。心しびれるくらい。あそこ私 0.5 番あのマイキューさんの後ろにいるので、リコちゃんと新芽で結構あそこ映るんですよ。それでダンスの先生に直前にそこの首を頑張ろうって言われて、頑張りますって言って頑張ってるので見てください。そこの首ポイントあそこ結構後ろで映ってること多いです。やりすぎは注意だよね。出演できて嬉しかった。柏木由紀さんにもお会いできて感動した。美しかった。一緒に集合写真撮らせていただきました。もうテレビ越しに見てる方だったから感動しました。本物だ。
ツーショットはおとりできてないです。おとりできてないってさ、正しい日本語かな。自分に尊敬語みたいなかけてる感じになるのかなこれ。とって、うん、正しくはない。正しくないってだよね。取り取れてません。あ、そう、パスポートの写真。パスポートの写真って見せていいのかな。献上を取らせていただいてない。え、おとり立てまする。難しい、日本語って難しいね。すごい難しいんでしょ日本語って。先ほど発表されたんですけど、クアラルンプール行ってきます。クアラルンプールにトリップします。今日発表だった。決まった、聞いたのはだいぶ前から聞いてたんだけど、私は多分特に早く聞いてたかも。パスポートを持ってなかったので、その関係とかもあって。結構前から知ってたんですけど、だから初めてパスポート取ってきて、初海外です。人生初めて。でも嬉しい。海外がお仕事って嬉しい。なんかパスポートってさ、みんな取るとき5年取ってる？ 10 年にしてる？お疲れさん、星結構ありがとうございます。10年にしてる。5年。老けるから5年。あまり行く機会ないから5年にしたって。おう、じゃあ、うん、私もね5年にしたんよね。絶対もう行かないなって思って。でもそしたら結構基本10年を取る方が多いみたいで、私の周りだから失敗したかなって思ったんだけど、まあじゃあ5年でも全然いいか。5年でもいいか。そんな海外行くことあるかなって思って。
さん星10個、コーラさんも星ありがとう。なんかそんな海外に行きたい欲があんまなくて、1週間休み、お休みがあったら海外行くぞっていうよりは、じゃあお家で寝ちゃおうみたいなタイプなので、私もプライベートで海外行くことあるのかなって思って、もう5年にしたんですけど10年、結構ね、10年の方がいいよって撮った後に何度か言われたので、そうなのかなってなってた。5年後、28歳の時までに、じゃあ行くなら行こう。まあまた撮ったらいいだけだけどね。海外の森もいいぞって。でももしよ、海外の森で迷ったらさ、もう帰ってこれんくない？今回行って考え変わるかもよって。そうね、今回さ行ってさ、もう帰ってきたらもう海外旅行しかみたいな感じになってるかもしれん。もう3日休みがあったら海外行きますみたいなってなるかもしれん。初海外でハマったよって。あ、そうなん。飛行機何時間乗るんかいのって。あ、多分この前チラッと聞いたら、8時間とか違うかな。まだ詳しくはちょっと分かんないんですけど、なんか観光とかねする時間とかもあるのかなとか全然分かんないので、まだ未知なんですけど。あ、8時間、7、8時間。そうなんだ。ここは3段、7時間半なんだね。でも STU は移動には鍛えられてるからさ、いつも東京往復、1日で往復するとかの時って移動8時間だったりするので、そう考えたらまあ耐えれるか。でもずっと東京と広島の往復はさ、間に降りれるけど、それが降りれないからね。だから STU はみんなもう移動には慣れてるよね。ありがとう。わからん、飛行機自体そんな乗ったことないんよね。どんぐらい乗ったっけ。お仕事でたまに乗るのと、STU入る前も1回2回とかしか乗ったことなかった。1回とかかな。
え、でも未知、未知です。クアラルンプール、48グループ、48 AKB48 グループライブなので、他の48グループさんもいらっしゃいます。マレーシアにて初ライブ。え、これってさえ、これってさ、もう、え、来られる方いるのかなえ、日本から来られる方っているのかな。どういう現地の方が多いのかないつも見慣れてる方がいらっしゃったらもうちょっとびっくりしちゃうびっくりしちゃうけど、どうなんだろう。ぜひ無理はね、なさらず、もしちょうどクアラルンプール行きたいぜってなってたら私その時間いろいろちょうど都合が良かったらね、一緒に海外、初海外し、初海外来てくださる方は初海外じゃないかのか、しましょう。でも、うん、頑張ってきます。 STU48 を普段ね見られない方だったり、マレーシアの方に好きになっていただけるように頑張ります。頑張ります。ぜひ海を渡って頑張ります。パスポート取りに行ってきますってもしかして一緒に初海外楽しみ楽しみ。ヒューガヒョンさん、ファイト、ありがとう。配信あるんかな、わかんない。え、わかんない。え、でもそっか、え、じゃあさ、コールとかもさ、え、わかんない。え、曲はさSTU の曲はその STU の日本語で歌うのかなわかんないか。え、なんか、え、でもそっか、じゃあ自己紹介とかもマレー語、でもそうだよね、マレーシアに行かせてお邪魔させていただくわけだから、その国の言葉、未知、まだ詳細がわからないです。翔一さん、俺の嫁ありがとう。歌はさすがに日本語か、英語は通じる。じゃあ私のなんだっけ、英語のスピーチコンテスト5位かなんかの実力を見せる時が来たのかもしれませんね。ちなみに、でも撮ったのは小学生の時です。小なんだっけ、
表参加なんか忘れた。My name is とかそんな感じだった。でも8月だから夏暑いかな。ワクワク。Hello everyone, my name is みたいな感じで言ってました。室内は寒いん？常時夏。じゃあ夏らしいお洋服で行こう。なんかどういう服がいいかな。サングラスいいね大丈夫かな。海外旅行でめっちゃ浮かれてるって思わない？ね、真っ黒になって帰ってきたらごめん。いや、わかんない。なんか観光とかできるのかまだわかんないんだけどね。でもお仕事なのでね、ちゃんと頑張ってきます。でもね、自由時間があったら楽しんできますそこは楽しんできます。あ、そう、それと今日もう一つお知らせがあった。速攻元気と STU がコラボさせていただくようです。あれ、飲むやつ、エネルギーチャージの。リハの時とかレッスンの時とか私めちゃめちゃお世話になってるので嬉しかったし、私知らなくて
全然知らなくて、あの公式の投稿で何これ、私おるやんってなってめっちゃ嬉しかった。だから私12時過ぎに引用ポストしてるんですけどちょっと驚いてる感出てるかも。私がいつもエナジードリンク飲んでる、飲んでたのが（笑）あれかもしれない、つながったのかもしれません。選んでいただけたの。エナジー選抜かも。エナジードリンク。どんな、だからそう、でも速攻元気応援隊速攻元気応援隊です。何していくんだろう。でもさ、速攻元気応援隊がんスタート、メンバーが頑張るみんなを応援、メンバーのメッセージと速攻元気でパワーと元気をチャージしようということで、みんなを応援できるっぽいので嬉しい、応援します。応援隊、何かできたらいいよね。何かね、できることがあったら、できることになったら応援させてください。おや、もうお休みメールをそろそろ送らなきゃいけない時間。
私今日初めてセミの声聞いたかも。ずっとセミに巡り合わなくて聞いてなかったんだけど、おやすみケロメール。なんか基本私外歩くとき、ノイズキャンセリングのイヤホンつけてて、今日も音楽聴きながら歩いてたんですけど、なんかうっすらなんか聞こえるなって思ってパッて外してみたらセミが鳴いてました。だからこれまでもあれかもしれん、セミ全然鳴いてないなって思ってたんだけど、私が聞こえてなかっただけかもしれん。よし、遅れました。お休みメール遅れた。まだ57分じゃん。余裕すぎるね。3分残しは余裕だな。インスタフォローしたぜって。なんかフォローしてくださった方とか、フォローしましたってこう出てくるから見てます。何の報告。でも見てたらさ、あれ間違ってフォローしちゃったらごめん。間違ってフォローしちゃってフォロー外しされてもごめん。フォロー外されたって、そんな悪気はないです。そういう人多い。お待ちしてますって。テンション上がるん。
インスタ難しいです。でもこだわりたいよね。今日はストーリー載せたリコちゃんとマフィンを取り合ってるストーリー載せた。あれ、あの音楽の日じゃない、命の歌フェスの時に撮ったんですけど、その日差し入れていただいたマフィンを取り合ってるんですけど、もう本当に何だろう、リコちゃんがすっごいもう撮ってる時に大爆笑、なんか笑いの多分ツボに入っちゃってもう本当にあれテイク7くらいって書いたけど、でもテイク10くらい思い返したら撮ってるんじゃないかなって思ったぐらい撮ったもう本当に面白かった。ずっと笑ってました。キコちゃんって笑い出したらもう笑いが止まんなくなっちゃう人だから、たまにもうこうやってリコちゃんの顔掴んでこう開いてるからさ、笑って口がこうやってもう口を閉じさせようとしたりしてる面白い。投稿ボタン押す前に時間かかるタイプって、めちゃめちゃかかるタイプ、多分ねうざいと思う気にしすぎてうざいと思う。たまに投稿、これでいいかなとか、これどう、このストーリーちょっと載せたいけどちょっと勇気が出ないとか言ってメンバーに投稿ボタン押してもらったりあるので絶対めんどくさい人かもしれん。ケンちゃん、クマありがとう。コーラさん、アイスありがとう。イケちゃんすぐ押してくれそうって、そう押してもらってる。もうこれどうしようどうしよう、こっちとこっちどっちがいいと思う、これでいいかな、これなんかハッシュタグ変じゃないとかったらいやもういいからって押してくれる投稿してくれます。投稿は勢いが大事。でもね、そう思っとったんよ。考えすぎは良くないって、勢いが大事って。だからあんまり深く考えずに投稿しようって思うけど、そしたらそれでした後に、あ、なんかやっぱりこの写真の順番逆の方がいいんじゃないかなとか。あ、なんか違うな。やっぱちょっと。この写真気に食わんなとかなって消したくなっちゃう。だから
あの前載せてたエミリアのコスプレ消しちゃ消してない、アーカイブにした。ちょっとやり直したいなって思ってちょっと撮り直していいかな。コーラさん掛け軸ありがとう。そうなんよね。コーラさんめっちゃかわいい、ありがとうございます。でもやり直しは期待度が上がるの？それはそれでハードル上がるね。でも次載せるコスプレはもう撮ってる。そう、実は。でもまたなんかエミリアの時は撮る時間も準備する時間もあんま何の時に撮ったのかな忘れちゃったけど、結構急いで撮っちゃって、急いで準備しちゃって、それでちょっとあれなのかも。あ、やっぱ違うなってなっちゃったのかもしれない。でもなんかこんなね、気にしすぎが良くない気もするんですよね。どう思う？どうしよう。でも今回の今ストックあるのはめっちゃ時間かけて撮ったからめっちゃ時間かけて撮ったので、もうどんぐらいかかったかな、4時間ぐらいかけたので、いや、メイクとか入れたらもっとかもしれないちょっともうゆっくり選んで乗せますねいや、あんまりハードル上げたらダメだ。ハードル上げんの子忘れて。こだわりが強すぎていいんだか悪いんだかって、いや本当にそうなんよ。それでさ、なんかこだわりすぎてさ、結局投稿頻度月1になりましたとか、それ全然載せれなくなりましたとかなったら、なんか本末転倒じゃん。メール来た、メール来た、おやすみケロメール。
感じでちょっと悩んでます。インスタ、唐突な茶碗蒸し、茶碗蒸し好き。サーヤンと昨日食べたやつ、そうなんよね。銀杏食べれる。でも昨日食べたのには入ってなかったな。卵の料理が好き。一番初めの公式プロフィールに好きな食べ物卵料理って書いてた気がする。書いてなかったかな。オムライスだったかな。卵料理だったかな。卵はお家に常にストックあるようにしてる。卵は万能よ。生卵飲むのできますか？全然できる。え、でも生卵だけは無理かも。私が好きなのは納豆に生卵混ぜて食べるのめっちゃ好き。え、これはどう？生卵を飲めますかに入る？これは違う。え、生卵飲めますかって、それはお醤油とかも入れちゃいけないってこと？あ、それは入らないか。ロッキーみたいな感じで飲むってなんか知ってるな。ジョッキでコップからあ、何個か割ってそのまま飲むか。何も入れずにか。美味しいのかな。それはちょっと考えさせてください。それは考えさせてください。ちょっと日常生活ではしないですね。やってたら嫌ですって。
公演前の公演の日のルーティーンを紹介しますって言って、まず生卵を飲みます。納豆に生卵、納豆混ぜて生卵入れてメカブ入れて、美味しい。ネバネバ。納豆に白身が良くないってなんか聞い、そう、なんか納豆に生卵入れたら栄養が取れないみたいな、分解されるみたいな、なんか聞いたことあるって思うんだけど、全然美味しいからしちゃう。なんだったっけな、なんかテレビで見たのかな、なんかどっかで見たことある気がするんだけど、美味しいからしちゃうよね。黄身だけでやってみる。え、じゃあ白身どうするん？白身別の料理に使う。メレンゲに味噌汁に入れる。白身が納豆に含まれるビタミンの吸収を阻害する。あ、白身は飲む。納豆に混ぜなかったらいいってことだよね。じゃあ全然いけるかも。白身は醤油入れて、醤油？だし入れて混ぜて飲めばいい。それならいけるかな。え、それって意味あるのかな。白身は飲んで、でその後納豆を食べたらお腹の中で混ざるんかな。無理じゃない？どういうこと？納豆に混ぜなかったら（笑）え、それはもう一緒のことなのかな？お腹の中で出会っちゃうのかな？もう分かんない。時差を作ればいいんだ。分かんない。でも私白身の部分が好きだったりする。あの、あの感じ。ドロドロ。でも多分苦手な方も多いのかな。どうなんだろう。
原田さん単押しですか。原田さんを信じますってどういうこと白身単押しってことえ、そんな、そんな、なんかそこまでの覚悟を持って今白身が好きとは言ってないんですけど君も好きなんですけど、君派です。意外とあのドロドロ感が好きだったりする。あれかも、なんかさ牛乳とか豆乳とか温めるじゃん。それの上に温めた時にできる、なんて言うんだろう、あれ膜みたいなのも好きだったりするえ、そう、湯葉っぽいやつ。湯葉美味しいよね。あ、それは好き。ちょっとわかる。冷静に考えたら何の味って感じだけど、味ないよね。ホットミルクは飲まない。なんか昔好きでお店とか行ったらホットミルク、普通にさコーヒー屋さんとかなんかどっかチェーン店のお店とか行ったりしたらホットミルク頼んだりしてたんですけど今考えたらなんか可愛くない？コーヒー屋さんでホットミルク頼むの頼んだりしてたんですけど、最近はもう飲めなくなっちゃった。え、いつぐらいだろう、中学の時とかかもしれん。昔今考えたらなんか可愛いね。ホットミルク、ホットミルクお願いします。最近は牛乳飲んだらなんかニキビできるようになっちゃって、体質が合わなくなったのかもしれない。だからあんまり飲めません。豆乳は飲みます。だからね、牛乳好きだけどもうずっとお家では豆乳。豆乳は大丈夫。牛乳相性悪くなった。なんか急に牛乳ダメになったって。無調整牛乳だったらいいのかな。わかんない。今度買ってみようかな。今度買ってみようかな。タタトト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 
命の歌フェスを見てない方は私の鼻歌には気にしないでください。私の鼻歌は気にしないでね。命の歌フェスをもう見られた方は一緒に歌いましょう。話し会再度完売してました。広島のリアルお話し会4時間目両日ありがとう、嬉しい。楽しみましょう。ペチ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 今度こそ。どうしよう、それで次あれまたあれ復活あれってなったありがとうございます。楽しもうね。お祭り、お祭りなので広島は浴衣着ます。うん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 、2日間とも違う浴衣着ます。もうね、まだはっきりとどの浴衣になるかわかんないんですけど、候補は出してるのでお楽しみに。ふふふふふ、髪型とかも2日間とも変えたいな。違う雰囲気にした。じゃあ今日はそろそろ終わろうかにゃ。こちらはいつも通りの服装でいいですかって。まあ夏祭りだからね。まあどっちもありだよね。もちろんね、私服で来られる方もいらっしゃるし、浴衣でね、浴衣で待ち合わせもありだよね。ハードル上げないでって。まあね、浴衣、まあ私は浴衣着るんだけどまあまあ任せるけどね任せるけど、夏祭りでまあ待ち合わせで、まあ、私は浴衣着ます。本当にお任せします私服でももちろん夏祭り感出るし微妙な圧のかけ方って絶妙な楽しみだな。じゃあ今日はね、これぐらいで終わります。明日に備えて。寝ましょう。花だれ公園、いつぶりの花だれなんだろう。あ、6
6月30ぶりか。3週間ぐらいぶりですね。楽しみましょう。ということで、壇上読ませていただきます。だんだんだん。13位、ガワさん。12位、デュランダリュウさん。11位、ドウの剣さん。10位、ヒューガヒャンさん。9位、ケンちゃん。8位、F 渋谷さん。7位、カズサさん。6位、カズさん、さやかに倒し。5位、ヨシヒコさん。4位、ショウイチさん。3位、トラさん。2位、おつかれさん。そして1位、コーラさんです。ありがとうございました。ありがとう。そして明日吉の方はゆうたさんです。おめでとうございます。じゃあそれじゃあ今日もお疲れ様でした。金曜日お疲れ様でした。明日は土曜日ということで楽しんでいきましょう。ハンダレ公演もよろしくお願いします。じゃあおやすみなさーい。バイバーイ。おやすみ。良い夢を。すやー。